もみの木は残ったは、山本周五郎の歴史小説。江戸時代前期に、仙台藩立家で起こったお家騒動を、を立騒動を題材にしている。従来は、悪人とされてきた原田海を主人公とし、江戸幕府による取り潰しから藩を守るために尽力した、中心として描くなど、新しい解釈を加えている。四部からなり、本編の合間に、 藩の乗っ取りを企む伊達兵部とその副線、新妻早との密談を対話形式で描く談笑が幾度も挿入されている。1954年7月20日から1955年4月21日まで、中断の後に1956年3月10日から1956年9月30日まで、日本経済新聞に連載され、書き下ろしを加え、 1958年に講談社で刊行された。1959年に毎日出版文化賞を受賞した。現在は新潮文庫版が刊行されている。新潮文庫版の累計部数は100万部を超える。主人公の原田海は原田家の当主として伊達繁華診断に組み込まれているが、県政を求めず、大宇山脈に抱かれた館において、 朝がゆの会という気の合う仲間との懇談を楽しみとした穏やかな日々を過ごしていた。しかし彼のいる17世紀半ばでは、まだ反省の絶対主義が確立しておらず、反祖の血脈という権威を背景とした有力者たちが、地方事業の経済力を基盤として、権力闘争を繰り広げていた。この戦いが原田と彼の友人、家臣たちの運命を変えていくことになる。 仙台藩の三代藩主、伊達綱宗は、江戸の吉原での宝刀三枚を理由に、若くして幕府与人教を申し渡された。綱宗には、避難されるほどの有教の覚えはなかったが、仙台藩主の座は嫡男である二歳の亀千代に移され、綱宗のおじにあたる一の関藩主の伊達兵部が、貢献役として、実権を掌握した。世間の人々は、この一件の裏に、 大名家の取り潰しや弱体化を格索する幕府の思惑が働いていると噂した。老中の境科学頭と兵部の間に、いずれは仙台藩の半分を兵部に与えるという密約が交わされているとする風文は藩内に渦巻き、誰もが疑心暗鬼に囚われていく。兵部は津宗の角の遊気がでっち上げであることを隠すために吉原に同行した側近の旗用勇門を、 夫人諸とも暗殺した。かろうじて逃げ延びた娘のうのは、近所に住む会に救われた。綱宗が最も信頼していた会は、綱宗の隠居後は、後権役の兵部の勢力に取り込まれ、国老の地位を与えられた。兵部の一派のやり口に反発する藩内の人々は、会に冷たい視線を浴びせ、友人たちも彼の元から去っていった。それでも一人、会は、 淡々と職務をこなしている。そんな貝の真珠を覗こうと、科学頭は様々に仕掛けてみせるが、この絶対的権力者を前にしても、貝には、恐れも反発も何一つ波立つ様子はなかった。勘において、保護をしているのを前にして、貝は庭にあるもみの巨木のここを語った。私はこの木が好きだ。この木は何も語らない。だから私はこの木が好きだ。うのは、 絵画もみの木に、己の生き様を重ね合わせているように思えた。藩内の権力を欲しいままにする兵部の一派は、他の立石一門と激しく対立し、ついに幕府への上訴という事態に発展した。これは、仙台藩にとって、幕府に取り潰しの名目を与えかねない、危険な行為であった。兵部は一万一の場合の安全弁として、 かつて画学頭から送られた密約に関する自筆の書状を買いに託し、表情の倍と差し向けた。何人もの友や原だけの家臣たちが生産なしを遂げた上で切り札を得たが、それだけでは足りないと原田は知っていた。史実によると、江戸の境画学頭邸で行われた表情の席で劣勢に陥った会は、上祖の主である伊達明を切り殺し、 自身も切られて死亡したことになっている。これが世に言う、だって騒動である。しかし、だって家の人々の殺害を命じたのは、密約の書状が世に出ることを恐れた、雅楽頭であった。それは原田が堺に知らしめるように幕府の要人に伝えた結果でもあった。藩を救う代償として権力に命を差し出した会の、むくろは何も語ることはない。 元世を離れて生きる定めになったうのにも知る術はない。ただもみの木の孤独を癒すように抱きかかえながら涙を流し続ける姿だけが残った。ありがとうございます。